ね、当然セブン&アイホールディングスの、ね、今後の業績っていうのに一番大きな影響を与える可能性があるのは白坂慎太郎の経済ニュースの本質。はい、今回はですね、セブン&アイが6年ぶり安値、新型コロナ影響かというテーマでやっていきたいと思います。まあ、結論から言うと、まあ、短期的な株価っていうのは上げ下げ上げ下げするんですよね。それはなぜかっていうと、人の感情が上げ下げするので、その感情によって期待が高まれば株価が上がって、逆にまあ落胆とかね、逆に不安が広がると株価が下がるということで、まあ、短期的な上げ下げっていうのは確かにね、この新型コロナっていうのは影響があるんですけれども、まあ、私たち本当の長期投資家からすると、やっぱりこういった目の前の現象ではなくて、長期的に、ね、その株価っていうのはどうなっていくのかっていうのを考えていくということがすごく大事なんですよね。まあ、つまりこの新型コロナウイルスっていうのは、まあ、短期的ですよね。まあ、例えるならば台風みたいなもので、ね、台風が吹き荒れてる時っていうのはものすごくね、大変ですけれども、いざ通り過ぎてしまったら、まあ、みんな忘れてしまうということなんですよね。なので、例えばじゃあ5年後10年後15年後、この新型コロナウイルスの影響っていうのがそのセブン&アイに影響を与え続けてるかっていったら、そんなことは 100%ないわけですよね。確かに今年2020年の2月3月4月と、それぐらいだったら、ね、影響はあるかもしれないですけど、じゃあ5年後10年後15年後これが影響を与え続けているってことは、まあ 100% ないわけなので、なのでやっぱ長期投資家としては、ね、じゃあそのセブン&アイっていうのは、実際、ね、今どういう状況で今後どういう見通し、またはその投資家としてはどういう視点で注目し続ければいいのかというのを見ていきたいと思います。でまずはですね、このセブン&アイのちょっと組織図っていうか、グループの体系っていうのをちょっと確認していきたいと思います。はい、ということで、まあ、セブン&アイホールディングスっていうのは、まあ、大きく4つの、まあ、事業で、まあ、売上というのを上げているということですよね。まあ、一番イメージしやすいのは国内のコンビニですよね。まあ、セブンイレブンという、国内コンビニの売上ですね。でこれがこのセブン&アイホールディングス 100% の売上のうちの 14% を占めてますということですね。でこんな海外にもセブンイレブンというのを、まあ、展開してますけれども、海外のコンビニが、ね、100のうちの、まあ、42ということですね。まあ、だから国内の約3倍海外の方で、まあ、売り上げを上げているということです。あとはスーパー、そしてデパートですね、っていうのが売り上げ 28%、9% っていうのを上げてますということです。そうするとやっぱりね、一番大きな数字に一番注目するってことが大事ですから、ね、当然セブン&アイホールディングスの、ね、今後の業績っていうのに一番大きな影響を与える可能性があるのはこの海外コンビニというところが、一番注目するということになります。で今度はじゃあ課題はどうですかって言った時に、課題はそれぞれ利益率ですね。その事業で結局どれぐらい利益が残っているのかって言ったのを見た時に、ね、国内コンビニは、ね、売上の 26% が利益として残っていますと、ね、海外コンビニは 3%、スーパーが 1%、デパートが 1% ということですよね。でそうすると海外コンビニっていうのが一番売上が大きいんですけども、利益率は 3% と低いと、ね、国内コンビニに比べると8分の1以下の利益率しかないということになります。なのでこれが一番の課題ということになるわけですよね。でここをこう見ていく必要があるということになります。で実際こう短期的な株価の上げ下げですよね。それこそ新型肺炎コロナウイルスみたいな、まあ、そういった上げ下げっていうのを、まあ、仮に抜いた時に、まあね、理論上の株価と実際の株価って言った時に、まだね、理論上の株価としては、まあ、理論上の株価っていうのはその企業が持っている実力ですよね。もっと言うならば営業利益から、算出する株価ですよね。実際の株価っていうのを比べた時にまだ理論の方が、高いんですね。実際はの方が安い、つまり、本業このセブン&アイホールディングスが持っている実力よりも、まあ、投資家の評価が、まあ、低いという状態が、続いています。やっぱりこのね、コンビニ業界っていうのは去年2019年すごくね、こうネガティブなニュースっていうのがたくさん出たので、まあね、本業の出している営業利益からするとこれぐらいの株価がついてもいいという、値段なのに、まあ、実際投資家の評価はそれより低いという状態になっているということなんですよね。だから価格だけで見ると単純に、まあ、その論理的な理論的に言えば、まあ、安い状態にはなっているわけですけど、ただ投資家としてどこを注目する必要があるかって言えば、この海外コンビニがこれから伸びるのかどうかということですよね。
あとはこの、ね、利益率っていうのが、まあ、3% というのは、ね、あんまはっきり言ったら、ね、低いですよね。 3% ぐらいしか利益が出ないってなると、ね、将来に向かってどん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 こう成長のために、ね、投資をしていくっていうのがすごく難しいので、この利益率っていうのは向上していくのかどうかといったところを今後投資家としては注目していけばいいということですよね。まあ、理論上の株価からすると実際の株価が今安いので、まあ、価格としては、ね、その投資対象としては十分検討することができるわけですけど、ただ安いから買うとか高いから買わないとかっていうことではなく、ね、実際海外コンビニっていうのは、ね、これから伸びるんだろうかと、そして海外コンビニっていうのは利益率がね、向上していくのかどうかといったところに今後の、注目をしながら、まあ、ニュースとかですね、もしくは企業が出す決算説明というのを見ていけばいいというふうに思っています。はい、今回の動画をご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。